ヴァンフォーレ甲府。クロスが入ってくる、詰めた、ゴールポスト、ミドルシュート決まった。先制は甲府40番の小倉翔平。均衡を破る先制点、セットプレーから生まれました。まあ、今ボール良かったですね。まあ、ここに対してこの入り惜しかったんですけどね、まあ、セカンドボールの意識がね非常に高かったですよね。はい、小柳のシュートがポストに当たって後ろから詰めてきた40番の小倉。しっかりとね小倉選手、まあ、あとエデル・リマ選手も狙ってましたよね。来たぞっていう感じのね思い